じゃあ着替えるからちょっと出てって。ああそうか。いやそうかじゃなくて着替えるから。ということがあってな、ココミがあれから全然口を聞いてくれないんだ。帰れ変態。デビュー2日後には月9の主演は決まり、舞台映画の主演 CM 女王にもなり。というわけでロケ現場には絶対近づかないようココミに伝えることを許可してやる。ただしそれ以外は一切口を聞くな。しかしテレハシさんが芸能人になったらまずいか。毎日校門の前にファンが集まるのは面倒だな。本当にごめんね。あのバカ鬼、また最近に迷惑かけて。これはお詫び、あくまでお詫びとして仕方なく。帰りにお茶でも行かない？デートしてあげるわ。普通に断るつもりだったんだが。ほら、撮影現場にはいけないし。佐伯と放課後隣町でデートじゃない。お詫びお詫び、あくまで仕方なくよ。隣の男何を。後ろからぶん殴りて。閉まってるし。ごめん、今日お休みだったみたい。割り込みじゃない？また畳よ。畳だけに畳みかけるな。あの先お店行って席開けときます。わあ嬉しい。お祭り、ありがとう。もう大丈夫だからまたね。監督のわがままには参っちゃうよ。急遽ロケ場所変更。まずいな。お兄ちゃんたちが予定を変更してこちらに向かってる。お兄ちゃんが近づいているというのに長居してしまったな。ああモーデル、ごめん、ちょっと待っててくれる？トール君こっそり入ってみたら、みんな喜ぶんじゃない？それじゃあ握手会台無しにしちゃうよ。もうお兄ちゃん終わってるかな。多分大丈夫だと思うけど。あいつら駅にいる。まずいな、帰れない。あれ止まった。デート続行か。ああこういうところ来るの久しぶり。たくさんあるね。少しくらい相談して決めてもいいんじゃないの？それなら私といい勝負になるかも。ボロクソにして勝つ。じゃあ帰るとするか。しまった、人の多さとテルハシさんの心の声を聞くのに集中していたせいで。このドングスレメガネ、それを口実にココミとちゃっかりデートしたってわけ。1分だ、1分時間を稼ぐ。いいね、あっちだ。ギリギリ間に合った。なんて自分勝手で強引なやつなの。取らないの？ギャップ萌えかよ。明けましておめでとう。今年も健康でいい子でいてね。母さんと同じ額のはずだぞ。サンタ。え？会社に遅刻。あ、いやそれは僕の部屋のテレビは3年前に映らなくなって以来ずっと寿命1日前の状態なのだ。軽くて持ち運びができるんですよ。必要ないな。テレビの持ち運びならブラウン管の頃からやっている。確かに綺麗だと思うが、2秒も見てたら通して内部が見えてくる。まだあります。なんと 3D 機能も搭載してるんです。なんかやだ、もうこれでいい、ね、これをくれ。そちらは家電芸人が紹介してないやつですが。家電芸人はどうでもいい。ま、2万5000まで下がるが相手は情弱のガキ。お客様、確かに他店より1円でも高い場合とありますが。あれは今まで行ったことのある全ての電気屋をサーチ。これなら文句ないな。群馬県26,700円。お客様、テレビ以外にもご入り用のものはないでしょうか？ない。早くお会計だ。これなんかどうかな。他にもあります。勉強のお供、電子辞書。全部頭に入ってるから必要ない。今度はコーヒーゼリーは作れるのか。食いついた。付属のノズルでホイップクリームを作ることもできます。ホイップクリームも29,800円。それを買ったらテレビが買えない。買うならどちらか一つだ。今ならポイント2倍、目覚まし時計とさらに台所用洗剤、卓上クリーナー、マンガン電池40本をお付けいたします。じゃあお年玉で何買ったの？母さんにも食べさせてやろう。改造人間サイダーマン2号ってなんだこれ。サイダージャンプって足の裏に取り付けられたサイダーのダンサーの力で飛ぶんだよね。バカ、サイコキメス。サイダー空気砲だ、サイダー空気砲だ。僕、改造人間サイダーマン2号のことなら何でも知ってるもん。さあ警官か、ちょうどいい。迷子の子供、さっきも車ドーンって吹き飛ばしたんだよ。え、あ、こら、待ちなさい。おじちゃんどこ行ったの？気にするな、ただのサイダー公務執行妨害だ。もう暗くなってきたね。ママ、そろそろ帰ろっか。ねえ、ママ。うわー、ママが迷子になっちゃったよ。迷子になったのはお前だ。うわー、すごいよ、飛んでる。大声を出すな、見られるだろう。知らない人について行ったの？改造人間サイダーマン2号は人に知られちゃいけない宿命だ。今日からお隣に引っ越してきたイリダスと申します。ほら、やっぱりいたんだ。お隣さんかよ。もうこんな時間、もうすでに現在進行形で遅刻してる。ダイビクソの好きなコーヒーゼリー買ってくるから。着いたぞ。あんたはコロコロ転職するからいちいち覚えてな。
靴の清掃業。社名が似てるから間違えられるんだ。困ったもんだよ。似てるんじゃなくて似せたんじゃないか。お前まさか週刊少年コネックを知らないのか。申し訳ないが知らないな。今何時だと思ってんだビンタスって。誰だ。息子です。まあ見学は構わねえけど仕事はちゃんとやれよ。まだ言ってきてね。え、まだ。あれは現行の催促の電話だよ。ほら、これはうちの看板漫画、あわよくば三太郎。他にも面白い漫画がたくさんあるんだ。漫画はたまに読んでるのを見たことはあるが、仕事の話は全くしないし。前回より成長してるね。いや、これ本格スポーツ漫画なんですけど。まあ分かりやすく言えばナルト持ってきてよ。無理ですけど。なんだ、もう帰るのか。これ以上いても邪魔だしな。あいつね。さて、昨日受け取った原稿を入稿しないと。ヒーローは助けに来ないんだろ。そうか、やけに外が騒がしいと思ったら今日は祭りか。欲しい景品があったのだが全然当たらなかった。残念。また来てね。だからタコが入ってねえんだよこのたこ焼きがよ。はい、道を開けて。みこしは足るぞ。わっしょい、わっしょい。リンゴ飴でも買って300円ね。財布がない。財布がねえよ、盗まれた。マジか、いくら入ってたんだよ。スリか、相変わらず間抜けなやつだ。すられた。僕がなんだ。あれ、もう花火の時間。財布にはいくら入っていたから。今年も派手に稼ぐせてもらってよ。重くて重くて重い。プレゼントは受け取ってくれたか。不法投棄してあったバイクだ。さてと超能力者の財布に手をつけたんだ。ないぞ。俺の財布がない。お前かよ。僕の財布がないぞ。どこにしまってたんだ。お、それ俺っちの財布じゃねえか。だと思ったよ。あれ、そういえば高橋の財布はなかったな。もう帰ろうぜ。ここに悩みを抱える一人の乙女がいた。絶対いつかおふんと言わせてやるんだから、サイキクに言おう。いや、そんな悩みじゃないわ、サイキくんのことよ。何か、ココミちゃん、夢原さん。気まずいわね。夢原さんとはあんまり話したことないのよね。あ、そういえばもうすぐ修学旅行だね。あ、沖縄だっけ、楽しみだよね。なんで。今何か考えてた。何も。夢原さんこそ。ココミちゃんは恋の悩みとか無縁そうだもんね。夢原さんはいるの、好きな人。誰なんだろう。最近。今なんて。最近彼氏と別れたって。でも誰だろう。ココミちゃんの周りには男の子たくさんいるからわかんないな。お正月にハイロ君たちと最近の家に遊びに行った時だし。ココミちゃんの好きな人って、夢原さんの好きな人って最近じゃないよね。この状況を阻止しなくては、二人に気づかれないように。おう、テロさん、ネド君。バカ野郎。ごめん、すまない。次はお前だ。お、悪い。夢原さんの好きな人はカイドウ君だったのね。ココミちゃんが粘土なんて超意外。なんか練習か。関心者がもうすぐ本番じゃぞ。違うよマイケル。何、もしもの時のために常に仕込んでるだけじゃよ。くそー、おーい、アメージング。頭を強く打ったんだな。 CM とかテレビで大人気のマジシャンだよ。こいつら超能力とイケさんじゃないか。人生とはわからないものだ。クーちゃん、はい、お手紙届いてたわよ。一体どれほど成長したのか楽しみだ。なるほど、今のはつかみのギャグだったのか。真っ二つだよ。ダメ元で一回だけ。ダメ元で命かけられるよ。わあ、無人島。これは一体何だろうか。師匠、僕らの進化を見ていただけましたか。僕らマジックショーに笑いの要素を取り入れたんです。師匠のような一流マジシャンにはなれませんでしたが、僕らはこれで満足しています。芸人として成功するのだって同じくらい大変だ。マジムカつくよ。なあ、ゾウの君、蝶野君の師匠なんだって。若いのにすごいな。無視すんなよ。ほら、どう。師匠。やれやれ、大人げないな僕。マジシャン一本で頑張ります。え、師匠の鮮やかなマジック感動しました。勝手にしろ、どうせ笑いの才能もないだろうしな。アメージンギャオ。宿題やってきた。次なんだっけ。10分の休み時間。この悪魔の証明を完遂するため、お前のブレインを借りたい。まずは勉強の聞き方から勉強してこい。ドッジボールしないか。やらない。今日は天気もいいし楽しいよ。さあ、おう、エボー、エボー、おう、エボー。用がないなら来るな。あれ、幼稚園じゃないの、ここどこ。お前が通うには10年早いとこだ。佐伯くん、手橋さん、さっきの授業わかりました。手橋さん、ジュース買ってきたけどどれがいい。餌持ってくるに。いいよお前も。佐伯、今日の放課後付き合い狩りの時間だ。やれやれ、ようやく休める。じゃあこの問題を佐伯くん。まったく、粘土のやつにはヒヤヒヤしたぜ。危うく計画が台無しになると。一週間前から準備してきたのだ。失敗は許されない。では作戦会議を始めよう。どっちから。行く行く。
パーティー会場である俺の家に誘い込む。その合図で誕生日おめでとう。いやこんくらいは驚くんじゃないか。ハードル上げるな。逆に効果すら。逆にどうやるの。最強俺たちが知ってるとは思ってねえから、きっとびっくりするぜ。うん、びっくりだ。話の続きだが、僕の誕生日は明日じゃない。サプライズ暴れて日付も違う。こんな無意味すぎる茶番はもう終わりにしよう。アイロ何買ったんだ。ああこれかい。これは買ったんじゃない、僕が掘った木彫りの仏像さ。じゃーん、バースデーケーキの完成図です。私とココミでこれから作るの。だが俺らの方も結構きつかったぜ。なんだ。なあメラさん、例のあれ見せてやろうぜ。これうちの校長じゃないか。誕生日おめでとう。名前間違えてるんだけど、原作初期の売れないニュース。俺プレゼント以外何もないな。その通りだ。僕ここまでしてもらう何かした。俺らの間に手紙なんて少々照れくさいが、こんな機会だし思い切って書いてみようと思う。自分でも不思議だが、俺はお前に守られてるんじゃないかなって思う時がたまにあるんだ。すげえよし。私感動しちゃった。いいか、もう一度説明するぞ。まず佐伯の家のチャイムを鳴らし、事情を話して入れてもらう。ハッピーバースデー佐伯。誕生日おめでとう。何これ、どういうこと。僕の誕生日当然だろ佐伯。催眠で僕に見えるようにしたの。いや今日誕生日なんだってな。いや粘道くんも来てくれたのかい。前回カイドウたちの勘違いから始まったサプライズパーティー、まだ続くぞ。そうだぜ佐伯。たまに呼び捨てにされるのが気になるけど嬉しい。僕の親はここに住んでないし。そうなの。父はもう他界してるしね。あの父ちゃん死んだのか。おい、あんた死んだぞ。そうとは知らず騒いじゃって。ああなるほど、そうだと思ったよ。おかしいと思った。僕にはあいつらの善意に応えることはできないのでな。やれやれ待たせたな。ふうやれやれだ。そんなにやれやれ言ってない。どうしたの。冗談だよ、ほらサプライズのお返しだ。おいお前冗談でもそういうこと言うんじゃねえ。オフ。あら、ハイボー、ケーキが戻ってるわよ。スポンジが反発してるんだね。感激するのはまだ早いよ。ビデオレーター。なんとビデオ。ひまわりの種を持っていながら僕たち二人とも死んでいたかもしれません。見てよ佐伯くん。いたいた。いや父さん人気も出て参っちゃうよ。お前も彼らに感謝する気持ちがあるんだろ。だから彼らを傷つけないよう。いや大成功だったな。佐伯くんとっても喜んでくれたみたいね。やれやれ、調子狂うのはこっちのセリフだ。パーティーの続きだ。イエーイ。オフ。あよ、あれ向原くん髪型変えたの。嘘だろ、俺の友達誰も気づかなかったのに。あいつ俺なんかあいつの名前すら覚えてねえよ。向原だろ。俺も下の名前が出てこねえ。そう、寺橋さんは全校生徒の名前を暗記しているのだ。あれだけ人に好かれる人間がさらに好かれるため努力をしている。無敵なわけだ。まったく。おはよう寺橋さん。寺橋さんおはよう。おはようございます。おはよう。完璧美少女は聞くまでも完璧なのよ。とにかく髪切った。いや髪型は特に変えてませんけど。切ったじゃなくてほらシャンプー変えたんじゃない。匂いが違うなってほらどう思う。変えたんだ。こんな下々の俺たちの。よかった。完璧美少女の八方美人、いや百方美人プリを見せてやるわよ。アネコくんもしかして柔軟剤変えた。え、なんで。本当になんでわかったんだよ。あら化粧水変えた。まず使ってたのかよ。ほら脂肪肝変えた。見ただけでわかるもんじゃないだろ。大変、目がかすんできたわ。しっかりしなさい。私ちょっとお手洗いに行って。なんだあいつ。9月23日生まれ A 型富士山。え、あいつまるでテルハイさんが倒れるのを予知したかのように受け止めたんだぜ。佐伯くん、佐伯くん。やれやれ。あの子は今日にでも僕に接近してくるだろう。僕はあえてそれに乗る。これで僕は一人っきり。二人の性格上周りに広まることもない。今家ですか。計算通りだな。あのじゃあ私のことどう思いますか。いいじゃん、来た。やった、ついにあの女に勝った。あのじゃあ私とこのやつ、あの女に勝つための道具なんだから。言えないよ。あってその辺のイケメン程度なら誤解ってすぐわかるけど。どうしたここに。びっくりさせないでよ。元々言えば全部お兄ちゃんのせいなんだからね。え、今一番人気の若手俳優、私すっかりファンになっちゃったの。もちろんパパよ。パパに比べたら登録なんて犬の糞に群がるハエよ。あ、来客かしら。もう空気読めないな。どうした、ママ。ありがとうございます。
Thank you.